おはようございます。5月24日月曜日の朝6時になります。もうすぐしたらね、相場が動き出しますけども、1週間を振り返りながら週足から見ていこうかと思います。やっぱり週が変わったらね、週足から見ないといけないですからね。こちらです。はい、それでですね、ご質問いただいたことをまずは紹介したいと思います。エリオット波動のことについてですけども、エリオット波動っていうのはどんな時に見られるんですかっていうご質問がありましたよね。まあ、ですので早速やってみようかと思います。この週足使いますね。エリオット波動っていうのは上昇5波とそれから調整の3波で構成される 1,2,3,4,5 で、これで頂点が来て、で調整の3つの波があって、それから基本的にはここを抜けるように上に上がっていくっていうので、エリオット波動が完成するわけなんですよね。まあ、でも反対に言うと、エリオット波動ができた後、ここでね、三尊ができちゃって大きく下落ってこともあり得るんですよ。まあ、これは余談ですけどもね。じゃあエリオット波動、どんなところに見られるのかなっていうところをちょっと見ていきましょう。これがエリオット波動ですよ。例えばね、今から始まってドーンと上るじゃないですか。ここで陰線ができてるから下に下がるじゃないですか。で、第3波が一番長くって、ここで一回調整が入って、はい、頂点を極めました。ね。そっから、下がっていって、上がっていって、ちょい下がる。どうですか？エリオット波動できてないですか？ここが一番長いですよね。だから、これまあ週足なんで難しいですけども、ここで一番利益を取れたんですよ。私が、バイオ行け、バイオ行け、バイオ行けって言った時っていうのは、結局、ここの第3波をずっとそう言っていたってことになります。よろしいですかね？ウィークリー。はい。では次はデイリーでございます。デイリーは、はい、こういう風になってますね。デイリーは、まあ、エリオット波動の話はもうしないですけどもね、上昇して N 字を書いて登っていったわけなんですけども、ここは一番大きかったですね。で、この辺に横ばいに入りながらもう一発上がっていったけども、ここで高値を更新することなく、もうちょっとゴニャゴニャとなっちゃったわけですね。で、私はこれをね、ヘッドアンスルダーとかありましたけども、もうこれレンジという形にします。で、こことここは、レンジの中でも、ちょっとね、飛び出たっていう解釈に変更しますね。もう状況が変わりまして、時間が進みましたんで、ヘッドアンスルダーを追っかけるところではありません。で、この高値切り上げも、今となってはもう見れません。じゃあ、4時間ですね。4時間行ってみましょう。となるとね、もうこれね、レンジなんですよ。ここまで来たら。ここと、ここ。ね。で、先週お話ししましたけども、これダブルボトムがあって、この水準では、上昇をね、取っていくんだよってから、で、ここでも、一回取れてるわけじゃないですか。で、そうなると、安値圏っていうレンジの下の底ができてですね、高値圏という天井ができた、この間のレンジを、うろうろしたっていうふうに今、振り返ることができるんですよ。となるとですね、今後しばらくも、こちらの底の方に当たったら上昇する、天井に当たったら下落するっていう形で見ていけばいいと思います。じゃあ1時間の方を見ていきますよ。1時間の方は、やっぱりね、横ばいに入っているところですから、ピップスがね、ここを水準にして、下に30ぐらいありますね。30ピップスぐらい。で、上にも30ピップスぐらいありますね。で、合計60ピップスなら、このレンジの間で、レンジ内戦略を取ることもできます。ですので、こっからね、まあ、一番いいのが、バイとセルに両方に両立てをかましておいて、反対方向のやつを途中から切っていくって感じですね。ロスカットするってことですね。そうすると、最大まで伸びると、利益が見込めるわけなんですよ。ただ、今の方法は、真ん中でゴニャゴニャゴニャしちゃうと、ずっと両方含み損っていうことになっちゃいますんで、あんまり得策ではないっていうふうな見方もできます。ただ、全体的に、右肩上がりなのか、右肩下がりなのか、1時間では判断がつきませんので、エントリーはまだ控えておいてですね。エントリーするとしたら、この今真ん中に線引きましたよね、これ。そ
そして一番下にも箱の底があります。天井があります。ですんでエントリーするとしたらこの辺じゃないですかね。この辺のエリアに入ってきた時にすればいいんじゃないですかね。この辺のエリアにね、入ってきた時に反対方向にするってことでいいんじゃないですか。こういう風に登ってきたらこっちにセルでエントリーする、こっちのに下がってきたらバイでエントリーする、こうやって両方取っていけばいいと思います。はい、ちょっと長々と解説しましたけども、1週間の展望をお話したつもりでございます。いろんな戦略がありますけども、今回はレンジオプション、レンジ戦略を取りますね。天井に行ったらセルで行く、下の方に行ったらバイで取る、そして真ん中辺の時は何もしないって感じでございます。その方針で1週間見ていきましょう。では。